空入ってるけどね。大きな木、緑の電車に輝く笑顔と弾む笑い声。はい、どうも、お茶わし高いです。歌いながら来ましたけど、今日もね、突撃したいなと思って、今日は小松市にあります、月津子供園さんにお邪魔したいなと思います。突撃隣の映画館で参りました。はい。月津子供園の声が聞こえたんですけど、どなたかなと思って。京都の向井先生が、ご案内いただけるということで。よろしくお願いします。もう絶対に触れてくださいっていう、はい、ポジションに、はい、シンボルツリーの、シンボルツリー、お社会の方に作っていただいて、どうぞお入りください。長いですね。平屋建てなので廊下がちょっと長いです。でもかかってます。ここは地域の方が好意で持ってきてくださって、はい、季節ごとに変えていただいて、子供たちのここ見ながら、あ、アジサイやとか、ひまわりになったとか、よく見ています。このコーナーなんですけれども、以前年長時が小山の方を散策に行った時に教えてくださった先生が、雑草っていうものがないんだよ、道に咲いているお花にも全部お名前があるんだよっていうことで、ここに興味を持って、はい、園庭に咲いているお花だったり、はい、道端に咲いているお花を全部展示しています。ここに大きな窓がありまして、はいはい、今日のメニューは何かなって、いい匂いが漂ってくると子供たちここに集まって覗いてくる。お味見当番っていうのがありまして、食育ね、結構力が得られてるっていう、はい、コックさんの帽子をかぶって、はい、白衣も着てなりきって、その日のメニューを少しずつ食べてみるんです。酢、はい、ってこんな味やね、砂糖ってこんな甘いのねっていうのを確認した上でお味見当番が始まります。今日のメニューに入っているキャベツはこの3色のうちのどこかなっていうのを給食の先生に確認します。あ、すげえ待ってました。今日の献立は、はい、生揚げと大麦の味噌マヨ焼きと、まあ、なんとなく味噌マヨ焼きってことですよね。そして沖縄の梅ドレッシング、子供園の方で漬けた梅を使用しました。え、ちょっと待って、ここですか。はい、わー、トマトと卵のスープです。ホタル米を使用したご飯となっております。ホタル米ですか。今日のおやつなんですけど、はい、あ、おやつも、ひじきトーストとなっております。はい、ぜひ食べてみてください。もうね、なんかね、今日ほんと朝起きた時からなんかひじき食いてぇなと思ってます。ちょっといただきたいなと思います。ガサれていくトマトがわーってきてますね。おいしい。朝ごはん抜いてきてる。梅ドレッシングあえもちょっと梅ね、漬けた梅がね、うん、あ、全然梅してない。ちょうどいい感じっていうか、酢がね、グンってきたんですよ。この本当味美味しいよ。爽やかですもん。うん、いよいよメインディッシュよろしいですか。メインディッシュ、何すかこれ、おいしい。わ、めっちゃうまい。マヨネーズ美味しいじゃないですか。マヨネーズじゃないみたいマヨネーズやのに美味しい。ありがとうございます。いや、これご飯とめっちゃ合う。ご飯美味しいでしょ。米が違います。ホタルの光でしたっけ。ホタル米です。ホタル米です。前は違うご飯使ってたんです、お米を。でも園長先生のご利用しで、絶対ホタル米がいいよって、美味しいよって。園長権限で、はい、絶対正解ですわこれ。美味しい。これ先生は最近ハマってることは何かあるんですか。去年から習い始めたウクレレにハマってます。子供たち一人一人にハッピーバースデーの曲を弾いてあげて、歌ってお祝いしてあげたくって始めました。で、去年1年やりきりました。今年もやってます。聞いてくれるくだりですよね。僕誕生日2月なんですけど、先食いで歌ってもらっていいですか。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタカイ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。来年49です。すいません、こんな落ち着きなくて。めちゃくちゃうまいじゃないですか。もうひじき食べたくしょうがない。いただきます。
なんか絶対わへんと思ってびっくりしたんですけど、眠いですね。なんか給食の先生、天才ですか？天才です。星3つならぬ月3つ。ごちそうさまでした。はい、先生どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。やったー。めっちゃ美味しかったです。次はあなたの絵に突撃だー。あー美味しかった。ごちそうさまでした。おそ松様でした。美味しすぎる。